大谷翔平投手30が所属するドジャースとヤンキースが対戦するワールドシリーズ WS 第2戦が27日にフジテレビで生中継され平均世帯視聴率が13.9%だったことが28日分かった26日の第1戦同局は12.7%だったいずれもビデオリサーチ調べ関東地区個人視聴率は 第2戦が8.1%第1戦は7.1%第1戦では大谷が1点を追う8回に WS 初安打の右声2塁打で同点劇を演出延長10回はフレディ・フリーマン内野手が WS 史上初の逆転サヨナラ満塁弾を放ち劇的勝利を飾った全米ではゲームの終盤で1780万人もの視聴者数を記録し 大リーグ機構 MLB のロブ・マンフレッド・コミッショナーは2017年以来こんな数値はなかった全米で平均で1520万人が見て第1戦としては2017年のドジャース対アストロズの第1戦以来の多さだった去年より62%増えたと語っていた第2戦では山本由伸の好頭でドジャースが勝利した一方 大谷にアクシデントが発生。7回1死の第4打席では子球を選んで出塁。2死からティーヘルナンデスの打席で2投を試みたが、失敗した。二塁ベースへスライディングする際に左手を地面についたが、そこで左肩を痛めたと見られ、その場で起き上がれず苦悶の表情を浮かべた。試合後、デーブ・ロバーツ監督が、アダっきと明かし、ファンから心配の声が多く上がっていた。 今回のの放送が決定したたは富士の幸運だっ代理店関係者によると地上派の大リーグ中継は NHK と民放が交互に WS かオールスターゲームの放送権を持つ今年は NHK がオールスターを放送し WS の放送の権利は民放が持っていたこの権利は民放各局が持ち回りで獲得することになっており偶然にも今年は富士が持っていた形だ NHK も BS では放送する。